今日も楽器をやってる人の話です。上手いとか下手とかあるじゃないですか。まあ上手くなくてもいいんだよみたいな話をした回もありますけども、いい音がどういう意味なのかとか、なんかそういういろんなこう定義を全部僕なりな考えで言ったりしてるんですけども、上手いってどういうことかっていうと、音が全部出てるかどうかっていうことなんですよね。10個音を弾いたらその音が全部ちゃんと出てるかどうか、右手と左手がタイミングが違うからなんかちょっとミスピッキングしたりとか、押さえが甘かったりとか、押さえる場所が的確ではなかったりとか、この手首の返しだったりとか、この指の感じだったりとか、このドラムのショットだったりとか、そういうふうなものが全部の音がちゃんと責任を持てるかどうか、そこで決まるんですよね。例えばだから一曲の中でいくつ音出すと思います？ものすごくいっぱいあるじゃないですか。なんか1000個ぐらいあるんでしょうね、きっとね。100小節あったとして、そこで音が10個あったとしたら、なんかドラムなんかね、同時にいっぱい鳴らすしね、まあベースとかだとね、1回で1個しか鳴らないからね、白玉ばっかりとかだとね、まあ100個ぐらいしかなかったりもするんだけど、でもその白玉だけのそのタイミングが完璧にちゃんと合ってるかどうかってすごい大事だし、こっからこう次の音に行くときにちゃんと音がつながってるかどうか、それの左手と右手のタイミングがちゃんと合ってるかどうか、そういう風な部分ビビってないかとか、ちゃんと音が伸びてるかとか、強く押さえすぎてないかとか、もうそれものすごくいっぱいあるんですよね。ピアノとかはもろにそうで、薬指と小指だと音ちょっとだけ弱くなるんですよね。でもやっぱりホロビッツとかああいう人たちとかはもう本当にすごいから、全部、しかも全然力入ってないからね、こうやってふにょ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 って弾いたらパキ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 と音がするんですよね、あの人たちって。だからやっぱりそこはもうだから力じゃなくてスピードなんだなってのは、まあそういう人たちを見てもすごく思ったんですけども、音が全部出てるとタイミングとかノリとかってのもいけてないとそこに気がつくんですよね。だからあ、この音なんか変だなって、なんだけどそれがちゃんと出てないとタイミングとかがいけてないことに気がつかないんですよ。でそこに気がつかないといつまでもなんかグルーブいけてないぞっていう、要はいけてない感じになってる、そういう風な感じです。いつもそうなんですけども、そういう風な観点、その上手いとか下手っていうのは音が全部出てるか出てないか、プロの人とかでも出てない人とかもいるから、そのプロの中でもやっぱりめちゃくちゃすごいなっていう人と、まあ、普通のプロの人たちとかっていうのが、だからそこの違いがあるっていうのはそういう観点で考えるとだんだん分かってきたりとかします。この人はなんで神なんだろうみたいな部分とかね、本当に音全部綺麗に出てますから、間違いなく。それがだからちゃんと出てない人ってあんまりよく知らないです。なんでもう本当にどんな楽器でもそうで、弦楽器とかだとギターとかベースとかだとテンポ80ぐらいの四分音符で半音階のスケール練習だ、スケール練習って普通にタタ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 タとかでなるべく早くできたらいいとか、なるべく早くできるとちゃんと弾けてない人に気がつかないんですよ。なんだけどめちゃくちゃゆっくり弾くと一個ずつが音がちゃんと出てないのに気がつくし、ゆっくり弾く方がやってみればわかるけどめちゃくちゃ難しいのね。発声練習とかもうだからあーあーあーってなって、あとかつって、ちゃんとこう発声して音程が変わった瞬間に揺れてないかとか、僕ボーカリストじゃないから揺れてるけども、それがちゃんとで、しかも頭からちゃんと当たってるかどうかとか、そういう風なものとかっていうのもすごい、だから考えて、テクニックを追い求めるっていうのはなんかやった気がするし、やっぱ上手くなった気がするんですけども、実はめちゃくちゃゆっくり弾きソ連をやるっていうのはものすごくそっちの方が上手くなります。僕が大好きなピダリストの北島健一さんのレッスンがそれをいつもやらして、それで僕はそれに気がつきました。なんでこんな話になってます。自由に切り張りしてアップしてください。あと、まあ、いろんな話を聞きたかったらレッスンをよろしくお願いします。はい、それではまた。